ポッター軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の北部中央、アリゲーニー高原に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,457人であり、2000年の18,080人から3.4%減少した。軍庁所在地はコーダーズポートボロであり、同軍で人口最大の町でもある。軍名はペンシルベニア州出身で、 アメリカ独立戦争では大陸軍の将軍だったジェームズ・ポッターにちなんで名付けられた。ポッターは実際にポッター軍内に住んだことがなくこの地域を訪れたことすらなかった。ポッター軍となった地域で最初期の高級的開拓者はアメリカ独立戦争の大役兵アイザック・ライマン少佐だった。ライマンはポッター軍の創設者として認識されている。 ポッター軍に入植することに同意した開拓者には、一人10ドルを渡した。1809年、ライマンズビル、現在のラドンナにその家を建てた。また、ポッター軍を通る最初の道路と、群発の製材所や製粉所を建設した。ライマンは、個人的にも逸話が多い。最初の妻サリー・エッジコムが出産の時に死亡した後、再婚し、その二番目の妻を置き去りにして、 ポッター軍で3番目の家庭を作った。2番目の妻は自分だけで苦しむことはないと決断した。ニューヨーク州ボルトンランディングからポッター軍まで当時18歳になっていた息子のバレルの助けを借りて旅し、ライマンの家を探し当てた。ライマンはポッター軍で2つの家族と共に暮らした。その生活について資料は異なる証言をしている。 ある資料では、一つ屋根の下に二人の妻が暮らしたとしている。別の資料では、同じ土地に二つの丸太小屋があったとしている。ライマンの三つの家族の子孫は、現在も、ポッター軍で暮らし、働いている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1081平方マイルであり、このうち陸地1081平方マイル、水域は0平方マイルで、 水域率は0.02%である。ポッター群内で3つの主要河川の流域が出会う。すなわちチェサピーク湾、セントローレンス川、ミシシッピ川の上流である。さらに、ミシシッピ水系でも大きな支流であるアレゲニー川の水源が、群中央部のコブヒル近くにある、ポッター群は、州内でも共和党の支持が強い群の一つである。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のジョージ・ W ・ブッシュが5640票、71%を取って軍を制し、対する民主党のジョン・ケリーは2268票、29%だった。1964年アメリカ合衆国大統領選挙以降、一貫して共和党候補を支持してきた。 2006年のアメリカ合衆国上院議員選挙では共和党のリック・サントラムが3476票、63%を獲得し、対する民主党のボブ・ケイシー・ジュニアは2012票、37%だった。サントラムは落選したが、ポッター軍で最も高い支持を得ていた。同様に選挙で落選したリンスワンも、ポッター軍で60%以上を獲得していた。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ポッター郡の自治体、ボロは赤、タウンシップは白、国勢調査指定地域は、青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。国勢調査指定地域は、アメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。 州法の下では実際の司法権が及ぶ範囲ではない。村などその他の未編入領域も下記に挙げる。ポッター軍教育学区の区分図2008年時点でペンシルベニア州教育省に登録される私立学校は次の通りである。ポッター軍の原生地域群内には8つの州立公園がある。また、州有林や野生生物生息域も多い。毎年、 ゲールドンとコーダーズポートの間でゴッズカントリーマラソンが開催されている。ありがとうございます。